寛平大使の龍田大社ですね、龍田本宮となってますけども、龍田神社というところの、元っていうかですね、本宮の敷地が広い地域ですね。ペットを連れての参拝がご遠慮です。次の週、これ撮影してる日の週の次の週ですね。こんな感じです。風のことで、一家お互いに応じ合い、穏やかに一つにまとまることを一一家家ですね。参拝でですね、しめ縄がこうぐるぐるこう木のところに巻きついてますけど、多分これ竜を表してるんだと思います。お賽銭をこちらから入れていただいて、参拝で、これまた広瀬と一緒ですごい作りですね。神社の組み合わせとこちらの三つかな、あってこっち側にもあって後ろが本殿、龍田大社の神様が祀りしたところです。後ろの方はちょっと行けないことになってるので、ここから